今回は映画大宮地区の監督が携わったっていうバトロワ TPS ちょっとプレイをしてみようと思います。起動した時にこのムービー流れるんだけど、その映画監督が関わってるところっていうのも現れなのかなっていうところで、映像がねめっちゃいい感じで、世界観とかサイバーパンク感というか、なんか両手両足の義手と義足のパーツを付け替えたりして戦っていくバトロワみたいな感じです。プロローグというか世界観の説明書としての映像だと思うんだけど、ここもかなり作り込まれているし、ちょっと普通に見入ってしまう感じがある。そう、こんな感じで今義足になってるけど、なんかここちゃんとあれか、物語がなんかあるのか。そのバトロワのゲーム自体を見てるところの印象を含めて考えると、兵士が両手両足を失ったりしてそれでも戦えるように改造したみたいな、そういう状態なのかな。みんな両手両足義足義手なんだよね。まあ、ゲーム性的にその腕とかを待ちないで多分付け替えてグレードアップしながら戦うってことな印象なんだけど、ゲームなの、戦いのゲームっていう設定なのかね。それだとちょっと納得かもね。もし全然違ったらごめんなさい。なんとなくこの兵士たちがその戦いをゲーム的に展開していて、それを見ている人たち、民間人、一般の人たちが見ているみたいなことかね。そう考えるとちょっとしっくりくる感じは。はい、こんな感じで上空から降下していきます。 OK。 でこれがさっきねツイートをしたんだけど、降下の時にミスったのか両足が着地した時点で吹っ飛んでたみたいなこともありました。で、こういう箱を開けながら物資回収したりとか、装備を取ったりとかする感じで、あとはバトロワ的なリングもさっき外から来てっていうのは確認しました。ちょっと全体的にゲーム自体のどういうゲームかも把握できてないんだけど、マップ結構広いかね。あ、赤い点はなんだ、敵なのか。あ、何の音、敵なのか味方なのかから全然わからん。右上のミニバッグに赤い点がいっぱいあるけど、あれ敵か。この人なんか、倒したかどうかそれわからん。え、動いてんじゃん。あ、あれ敵？なんかね、このね、映像とかというか世界観はめっちゃかっこいいな。あの、映画の大宮地区っていう近未来を描いたロボと共存するみたいな。ロボと共存。獣人とかだっけ対象は。わかんないけど。なんかそんな感じの映画があって、結構、世界観とか特に好きだったんだけど、その監督が携わったゲームっていうことみたいです。はい、で死んでもリスポーンできる感じで、なんかちょっと試してみるか。ここと一旦着地して、なんかねいろいろ操作がかっこいい。ちょっと E と Q でなんか、あ、何これ、え、キャラとか装備によって使えるもの違うのか。さっきはねグラップリングみたいなのが飛び出したのよな、 E を押したら。でここからさらにもう一回飛ぶときも普通にジャンプで飛べるんだけど、なんていうか、もう一回、ジャンプボタン、スペースを押すと、こういうモードになって、なんて言ったらいいかな。ちょっと今の分かりづらいな。ただの交換に見えちゃうかもしれないけど。よじ登りも結構な高さまで登れる。こっから一回ジャンプして、もう一回スペースを押すと、こんな感じで移動ができます。まあ、効果といえば効果なんだけど、この高い位置間を移動するときのモーションとして、こんなのがある。なんかね、いちいちかっこいい感じが、すごい。ただゲームの内容というかモードというか、なんかどういうゲームなのかがよく分かっていない。ちなみに今画質は最低設定でウィンドウモードにしてフル HD のサイズにして、めっちゃあのできる限り低くしてあります。で今何も問題なく快適に動いてるし、画質も普通に綺麗なんだけど、さっきちょっと録画がなんかうまくいかなくて、 OBS 側の問題だったのか分かんないけど、何回やってもダメで、なんかめっちゃ負荷かかるゲームなのかなと思ったんだけど、そんなことは今やったかけなさそうです。一瞬さっきめちゃくちゃもたついた瞬間もあったから、部分的にってのあったりするのかもしれないけど、なんかねやっぱそういう映画監督とかが作ってるやつとかかかんなくて、映像にすごい力入ってるなって感じはすごい受けて、毎回流れるのかな今の。ただなんかね、あの安定性がちょっと安定性に欠けるような感じはします。さっきの OBS の件が、このゲーム依存かは分かんないんだけど、なんかね他のゲームでは起きないような、ちょっと PC 自体に変な負荷がかかるような印象はあるかなっていう。もうこれ環境依存かもしれないんだけど、っていうか何このモード、いきなりスペースでデプロイな、何これどういうことかね、全然意味わからんなんでこういう展開になってるのかが。おっと、あ、今足、あれ足あるか、
なんかちょっと全然分かってないけど、とりあえずこの箱を開けて拾えるものを拾います。なんか交換とかそういう要素もあるんだろうけど全く分からない。なんか今見ている限り手左右の義手とあと足の義足に関してもグレードアップしながら行くのかなっていう印象です。今これ緑になっててアンコモンちょっと押してみよう。長押しで多分入れ替えられる武器とかも今腕入れ替えたよね多分。ちょっとこの腕のランクとかのランクがどうこうとかからして分かんないからちょっと適当に今やってしまってるけど、要はここで自分の体のパーツごとを強化しながらまあ敵と戦って目的を果たすって感じだと思います。ただ目的が分かっていないっていう。バトロワ？バトロワじゃないのかな。ちなみに武器とかはもうこの世界観から見て分かる通りなんか実在の銃をモデルにしてるとかそういうことでもなさそうな気がします。もう完全に SF チックな武器とかになっている印象。あれ？ん？倒した。なんかちょっとあれだな、慣れるまでいろんな意味で、あれ？これはあれだね、 ADS できるね。え？どういうこと？さっきの腰打ちはなんだ？そういう武器だったのか？なんて言うんだろうな、これちょっともしかしたらそんなことはないかもしれないけど、どことなく全体的になんだけど、なんかね、基本的な FPS とか TPS とかそういうノリからなんかちょっとどこか外れて、なんかやっぱその映像作品へのこだわりみたいなところがこのゲームの表現に加わって、それがなんかしっくりこないのかなって印象を受けます。なんて言っていいかわかんないんだけど、もうちょっとやって慣れれば別に普通にプレイできるかもしれないけど、なんかね、 ADS して狙ってる感じもとなんか当たった時のなんか手応えというか、そういうのがちょっと違和感というかよくつかめない感じです。まだ始めたばっかだからあれだけど、とりあえず E と Q でなんかあ、なんか見られてるみたいな、ドローンみたいなアイコン出たぞ。ミニマップにいっぱいアイコン出てる。何が何やらで、結構やたら箱があって、とりあえず雰囲気だけでも伝わればというところで、今は、まあ、本当に初見プレイっていう段階で記録をしているので、この足がさ、だから多分上位のかどうかとかそういうのがあるわけだよね。おお、すごいね。やっぱ映画監督がみたいなとこあるね。この後ろの背中のジェットパックで体自体を宙に浮かせて足を外して、その間に新しいのに付け替えるみたいな演出がすごいね。NPC じゃね？違う？これラグって無理。はい、現在、マッチ開始前の映像になります。マッチ開始前の段階でなんかこんな感じの映像が出て、縦画面になって、よりリアル感、なんか演出っていうとこかな。リアルに一般人がスマホで撮った感を出すためなのか、そんな映像も映ります。ここ今普通に待ってるかね。これあれだね、エスケープでスキップできるってなってるね。ちょっとせっかくなのでここ見てみよう。これあれか、リアルな映像かな。人が演じてるってことかね。違うかな、判断つかんな。さっきのめっちゃリアルだったけど、なんかすごいね、演出がすごいわ。さすがって感じだね、その映画監督関わってるっていうところで。ちょっと見入ってしまう感じが。あ、はい、なんかなかなかマッチ開始できなくてっていう状況にあるんだけど、今ちょっとエリアオートにしてあったのをサーバーちょっと絞ってみました。 US と US の2箇所とオーストラリアとかにチェックつけたのかな。でここでロードアウトなんかいじれるっぽいんだけど、よくわかんないのでランダムでもスタートしてしまいます。めっちゃね、しかも当てづらいんだよね。今ラグいからっていうのが一番だけど、ラグくなくてもちょっとなかなか当てる感じがつかめない。めっちゃこう移動が軽快なのはいい感じかも。やっぱラグいね、めっちゃラグい。ああ、チームメイト死んじゃっていいんじゃん。あれめっちゃ距離あるよね多分。これ多分腕パーツ。ああ、そうなんだ。左下のやつ、腕、左右の手と足でパーツ表示されていて、アイコンで何の効果か分かるようになってるとこかな。百何十メートル、味方。いや、全然無理です。あ！これプレイヤーってことだよね。なあ！
やー、ラグい、ラグい。なんかいちいちかっこいいね、さっきの爆発したのも。どういうことだったのかよくわからんけど。なかなかマッチングうまくいかず、全然プレイができない状況の中。今、2日目、3日目かな。なんかでこれ、開始する前の画面でいろいろとこにムービーが流れるんだけど、なんかめっちゃリアルな。世界観を表現するような。まだ全然何もわかってないんだけど、基本的な操作方法すら。何これ？なんだ？人かと思った。しかもなんかこの ADS できっちり覗ける銃と覗けない銃があるってことなのかな。そういうところもちょっとよくわかってないな。こういうのかっこいいね。ミニマップでさ、あ、敵の位置分かってんじゃん。どうした？どうしたぞ。なんかね、よくわかんない間に倒して、今みたいな感じでまぐれで倒すことはあるんだけど、ちゃんと意識して倒そうと思って倒せたことはないんだな。感度高。感度も高いのか高くないのかがよくわかんないんだな。HP の感じもさ、よくわかんないよな。もうやばいよね。自動で回復した。ちょっと左下に HP ゲージあるんだけど、ちょっとそこもよくわかってない。とりあえず自動で回復はするっぽいです。で、HP ゲージの上になんか3つぐらいメモリがあるので、これはシールドとかかな。3分割されたメモリがある気がする。感度がちょっと下げた方がいい。上にいるね。バレてるかな。あ、透明化してる。このスキルを持っているんだ。なんかワームアップ。プレイヤーインマッチ。あれ、まだ透明だね。え、こんな長い間持つんだ。あ、このスキルとかちょっと面白いな。スキルがいろいろあるってことだと思うんだけど、多分だからあれだね、左右の義手でスキルってことね。多分あ、死んでリスポーンした時点でもう変わっちゃうんだ多分。装備してるやつがさっきの透明化のは使えなくなっている感じ。今上人いたね。いや、めっちゃ、ね、狙いづらい。あ？あ、敵じゃん。いや、全然定まらないぞ。なんていうの、的が。あ、これで、あのスイッチを使って一回出してくれてるってこと？もしかして。なんかそんな雰囲気があったけどね。あ、やべえ。これだ。やっぱ足が取れちゃうときがあるんだ。落下失敗ってことかね。降下失敗ってことかな。よくわからん。あれか、普通に着地、なんていうのかな。パラシュートじゃないけど、そういうモーションをしなかったらこうなっちゃうのか。あ、でも取れるね。あ、つけられた。なんだなんだ。
めっちゃラグ。あ、シールドみたいなのがあるんだ、やっぱ。シールド削られてた。スキルが全然わからんな。あの上にいるんだ。なんだこれ。もらっていいってこと？これかっこいいね、足付け替えるときの感じ。上さっき敵いたけどもういないのかな。なんかさ、このゲームさ、なになに、なんかね、なんか勝手に動いちゃうときあるんだよな、もう触ってないのに。どういうこと？時々、やっぱ気のせいじゃないな。全く倒せないよ。これ多分俺は引っ張れないってことかね。オーバーロードゾーン is on hold。ネクストムービング52。よくわからん。リングの収縮とかを指してるの。あ、あそこ、あれが復活させる装置で、今行こうとしてくれてるってことかね。多分復活させようとしてくれてるけど、狙われるんじゃないかっていう状況かな。多分これ使ってさっき復活させた。あ、なんだあれ。何あれ。オーバーロードゾーン、オーバーロードゾーン、ムービングイン。やっぱ、縮まってんのかもね。お、いいね。いいねってか、なんで見えてんだろう。あ、さっき投げた、あれが、レーダーみたいになってるとかかな。最終的には、普通にバトルは、あ、あれか、右上のマップにちっちゃい円出てるから、そこは最終かわかんないけど、あっちどうだ。お！あ、爆弾仕掛けだったんだ。多分。お、面白いね。この感じ。お、惜しい。あー、やれちゃった。ダメしちゃった。で、もう一人には一つっておるか。あー、ん？そうだね。もう一人だ。プロってアイコンついてるけど、どういうことなんだろう。なんか左上。プロアイコンは何だろうね。バトロワ的なことだと思うか、最後まで生き残りはいいんだろうけど、違うのかな。なんかただのバトロワともう一個モードあって、ただのバトロワってまだ解放されてなかった気がするんだよな。なあ。何、生きてんじゃん。すご。何をしたんだ。何が起きてたんだ。全然わからん。そう、でもあれだね。自分がプレイしてなくても、めっちゃラグいのが伝わってるのね。まあなんか雰囲気的にはこんな感じです。ちょっと、あとは、ちゃんと調べた上で、またプレイはしてみようと思います。